放っておいてもそのうち治るし、何もせずに我慢。っていう人も多いのでは？そのままにしとくと悪化したり、他の病気が隠れていることも。たかが口内炎ではなく、ちゃんと向き合うのが大事なんですね。実は、口内炎大国の日本。10から50代における過去1年間の口内炎経験率は 53%、人口にすると約4000万人に上る。男女別では、すべての世代において、女性の方が、束縛多く発症している。通常、1から2週間で治療しますが、再発を繰り返します。20から30歳代の若い人に多い。とはいえ、30代男性で5割、40代男性も4割の人が過去1年の間に経験あり、日本人の食生活はビタミン B 群が大幅に不足していることが分かっている。不足すると粘膜がただれ、口内炎ができやすくなる。放置は負けのスパイラルへの。舌に口内炎ができてほっとけば治ると思ってほっといてから5日が経ちましたが、治るどころか2つ目までできて、それまで痛みより食欲が勝ってましたが、もう食欲ないし、もはや喋るのも痛くて涙が出ます。口の中のどっかを噛む、膨らむ、また噛む、激痛が走る、コリもせずまた噛む、繰り返す、口内炎になる、それも噛む、分裂する、口内炎が増える、この悪循環をどこかでどうにか断ち切りたい。口内炎が先週から消えない。舌に一つ、唇裏に三つあったと思ったら、その三つのうち二つが合併して、また、新たに一つ増えた。ガーン。栄養や睡眠に気をつけていたのに、もう薬を買うしかないか。すぐ治るから平気。と侮るなかれ。痛みで歯磨きが面倒になりがち。放置すると、悪化し、虫歯や歯肉炎になるリスクも出てくる。命に関わる恐ろしい病気が隠れていることも。2週間以上治らない場合や、1センチ以上の大きなものだと、病院で組織を調べてもらった方が安心。頻繁に口内炎が発症する場合や、症状が非常に重い場合には、何らかの病気を患っている可能性が。早めに医師に相談してください。チラン買った。多方面から襲ってくる口内炎。チョコレート、ナッツ、貝類、小麦類、トマト、柑橘系のフルーツ、チーズ、ミルクなど食品アレルギーで口内炎になることも。胃が、ストレスか食べ物、お酒でやられ、免疫が下がり、結果として口内炎になるので、胃を何とかすると改善する。口の中の乾燥は、粘膜の持つ免疫力の低下につながる。お水をこまめに飲んだり、ガムを噛んで、唾液の分泌を促して。口内炎で、辛い痛みを抑える薬や塗り薬などとともに、日常的に、ビタミン B2、B6 の摂取も心がけることが大切。辛い口内炎を治す口内炎治療薬、トラフル錠。抗炎症成分が、炎症のもとに作用して、痛み、腫れを鎮めて治す。患部に貼って治す、トラフル、ダイレクト。口の奥にある患部にも使いやすい、トラフル、クイックショットなど、タイプ別に選べる。症状が辛い場合や少しでも、早く治したい場合には、飲んで痛みを鎮める、トラフル錠と、塗り薬の併用が効果的。